島根中央信用金庫は、島根県出雲市に本店を置く、信用金庫、中央信金の愛称で親しまれる。2006年11月6日に、出雲信用組合と大田市に、本店のあった旧島根中央信用金庫とが、対等合併し、新、島根中央信用金庫となった。本店営業部と本部は、出雲市の旧出雲信用組合の本店。 本部とした。なお、旧島根中央信用金庫本店については、大田営業部となった。理事長は、旧新金理事長の的場理事長、副理事長には、旧出雲新総理事長の木佐理事長が就任した。合併前の時点で、預金料は約100億円、貸出資料で約200億円ほど、出雲信用組合が多かった。合併後は、 出雲市内で隣接している店舗の統廃合を進めるとともに人口の減少、地域地場産業の衰退の著しい旧島根、中央信用金庫の主要営業地区の岩見部での営業体制を再考している。また、合併前に発覚した旧信金の幹事による横領着服事件と直後に発覚した旧信金職員による着服による 金融庁からの業務改善命令は合併後も継続し解除になっていない。なお、旧、出雲新祖の流れを引き継いで、島根銀行 ATM との相互解放も実施されている。ありがとうございます。